すすきの交差点のすすきのビル。有名な日課ウイスキーのキング・オブ・ブレンダーズが見える。2009年8月すすきの交差点国道36号、すすきのは札幌市中央区にある繁華街、観楽街。日本国内外から観光客が訪れる観光地にもなっている。新宿の歌舞伎町、福岡の中洲と並んで日本三大観楽街と称される。 ススキノは東京以北で最大の歓楽街及びアジア最北の歓楽街と言われており、一つのビルの中に飲食店や風俗店が入居しているほか、ホテルなどの宿泊施設、娯楽施設や商業施設が隣接しているなど、あらゆる業種が集積しているのが特徴になっている。また、女性だけで飲み明かしても安全な歓楽街であるとされ、治安の良さも特徴になっている。 すすきのは正式な地名ではないが、地下鉄、すすきの駅、放水すすきの駅や、市電、すすきの停留場の駅名などに使用している。その範囲は、講義では、東西が西1丁目から西9丁目の間、南北が南3条から南8条の間とされているが、北海道警察は、東西が西2丁目から西6丁目の間、 南北が南3条から南7条の間としている。札幌市屋外広告物条例による広告物活用地区に指定されている区域があり、街の活気や雰囲気を形成するため広告物の規制緩和ができるようになっている。ススキの地区の店舗数は、ピーク時には飲食店だけでも5000店を超えていたと言われる。日本銀行札幌支店の調査によると、 1989年末時点では、総店舗数が4809店であったが、その後の景気低迷の影響などにより、2008年末時点では、総店舗数が4463店に減少している。特に飲食店の減少傾向が際立っているが、その反面風俗店や駐車場の数は増加傾向にあるという。 2020年現在、札幌市中心部では、コロナ下でも進む空前のホテル建設ラッシュが巻き起こり、すすきのでも商業施設ラフィラの建て替えをはじめ、飲食店などが入居するビルの間に挟まれた空き地や、時間が市駐車場が芝叩く間に、ホテルに変貌を。奇抜なデザインの施設が至るところに立ち、街は様変わりしている。 すすきのの名称については、開拓市によって、遊郭を設置する際に工事幹事であった、薄井達之の姓にちなみ、当時の開拓砲弾であった、岩村道都が名付けたという説と、地名を起源にしたという説の地図では、札幌一帯がことごとく、地野となっており、当時の開拓誌駅人の階層でも、南五条辺は、地野なりと述べられているのに説がある。前者の説については、 札幌海府の受け置い総元締め、中川玄左衛門が岩村から直接見聞きした話とされていることから、後者よりも信憑性が高いとしている資料は多い。また中川によると、測量を担当した藤井少佐官が、薄井の名のみが、地名に残ることを悔しがったとめ、苦笑した岩村が、すすきのの一角を取って、藤井町と命名したという。 1872年頃、すすきのには、藤井町のほか、中の町、柳川町という地名もあったが、同年布告された人身売買禁止令に伴い、翌1873年に、福島通、津軽通、上磯通りなどと解消され、さらに1881年に上町目に、統一された。現在の南四条西三丁目と、 南五条西三丁目の境目にあたる通りが中町と呼ばれるのは昔の名残だというすすきの遊郭の御用女郎や東京郎の遊女よしこ1872年頃撮影1871年一時中断していた開拓市による札幌本府建設が再開すると多くの請負い人、大工、職人が札幌に送り込まれた 創世期の札幌はおおむね創世下半を中心に開けていったが、1871年春頃には、すでに創世側周辺に定住者や出稼ぎ相手の宿や飲食店などが、計6件あった。さらに同年、開拓市は、函館から商工民12個を移住させたが、そのうち7、8個が、宿屋や飲食店などの接客業であり、 彼らもまた創生下半に今日定めた。これらの宿や飲食店の多くは遊女屋も兼ねており、通称、飯盛も女と呼ばれる遊女を常時3人から10人程度抱えていた。開拓大砲官の岩村道利氏は、創生側周辺の支障地帯を当初黙認していたが、風紀便乱をいつまでも放置しておくわけにもいかず、結局公認の遊郭を設置して、 友情一箇所に集めることとした。遊郭の候補地には、当時のニーカップ2を押す者もいたが、結局現在の南4.5条と、西3.4丁目の2丁を四方に設置することとなった。1871年8月、339円の経費により、本府からススキノに至る道路が開通し、業者の移転が実施された。営業開始は8月の末で、 正式に完挙されたのは1871年9月3日であった。1872年には、官費による議論、東京路が設置され、7月に、東京から遊女21名、芸者3名が来殺して、現在の南一条西二丁目付近の脇本陣にて、仮営業を開始した。やがて現在の南五条西四丁目に、東京路が完成すると、 脇本人からススキのまで遊女や芸者の吉原オイラン道中さながらのパレードが行われた。なお、東京楼は御用女牢屋として来日した政府交換の接待にも利用された。開拓市による遊郭設置の理由としては開拓者を札幌につなぎ止める必要があったことなどが考えられている。明治後期のススキの遊郭の一角。当時は 柳の並木が町の風物詩となっていたすすきの遊郭の議論。左端から西花楼、北越楼、源次郎右側は青葉楼。1914年頃撮影1872年のマリアルス号事件に橋を発した奴隷に順ずる人々に対する人権問題解消の機運は同年の芸奨議会法令発令へとつながっていった。開拓史は 北海道の特殊事業により実施の延期を求めたが、却下された。しかしながら、実際に取り締まることが難しかった上に解放された、遊女たちは自殺する者や目かけになる者が増えたため、明治政府は、翌年に、売イや設置を、再度認めている。1877年に開拓市は、貸し座式並芸商技産業規則を定め、ススキノに、正式な遊郭となる。 札幌遊郭を発足させた。また同じ頃、現在の狸工事2丁目から3丁目付近にあった飲食店街を根城に、白首と呼ばれる支障が数多く出没していた。白首の数は最盛期には百数十人を数えたとされ、近隣のすすきのの客足にも影響を及ぼすほどであった。1892年の札幌大火で、 これらの飲食店街が焼け落ちたことをきっかけに、当時の札幌警察署長、山口幸三郎が再建を図る、業者約10件を、すすきのの現在の新宿通りに移転させた。もともと、三島工事の通称で呼ばれていたこの通りは、その後も、すすきのの代表的な青線地域として、長く知られることとなった。すすきの近辺の料亭の草分けは、 1872年に蕎麦屋として開業し、1876年に料亭兼業となった東京湾で主として開拓士の役人に利用された。この東京湾と1889年に開業した西宮、1901年に開業した育大が札幌の三大料亭と言われた。中でもすすきのの入り口付近に位置した育大は、 1909年に来札した伊藤博文が宿泊するなど、道内外の著名人御用達の店として知られ、歴代北海道長官の接待にも利用された。これらの料亭などに礼儀などを圧戦する組織である、鍵盤は、すすきのでは1890年に笠原文治によって作られたものが最初で、後に新鍵盤、超鍵盤、中鍵盤が発足した。 各鍵盤は所属する芸技の勢力争いも相まって争いが絶えず、派遣先の料亭の営業にも支障をきたすほどであったので、1910年に新鍵盤と中鍵盤が合併して新たに札幌鍵盤が発足した。ススキノ地区の劇場の発展はタヌ工事などの市内の他の繁華街に比べて遅く、1896年に建てられた。 大黒座が本格的な芝居小屋の第一号であったが、銅座は翌1897年に他館に先駆けて活動写真の上映を行うなど注目を集めた。同時期に建てられたすすきのの劇場には、両邸、西宮の創業者、本間哲五郎が1902年にすすきの南端で中島公園に近い南七条西三丁目に建てた。 札幌座があり、近くにあった西宮支店とともに、観楽街を南に伸長させる拠点的役割も果たした。1907年の調査では、すすきのには33件の議論があり、将棋の数は338名であったという。代表的な議論には、高砂郎正月郎西花郎長谷川郎があり、 いずれも当時の金額で月額2000円以上の売り上げがあった。将棋の出身地は東北、北陸地方が多く、宮城、新潟、山形、岩手、秋田県が上位を占めたという。この数字は明治期に頻繁に起こった東北地方の強作も関係しており、将棋たちは買い手である議論や警察の厳しい監視下に置かれ、 外出さえも制限される不自由な生活に侵入した。豊川稲荷札幌別院。1898年建立され、地域の人々の信仰が深かった。敷地内に、すすきの将棋並み水子愛悼碑がある当初は郊外に位置していた遊郭も、明治後期になると、町の中心部になっており、移転を求める声が大きくなっていた。1901年には、 札幌区会によりかも川上流への遊郭移転が決議されたが、業者などの協力を得ることができなかったためほとんど実行されなかった。1916年に中島公園を第一会場とする街道50年記念北海道博覧会開催が決まると、遊郭移転の話が再び持ち上がり、いくつかの候補地が名乗りを上げた。その中でも当時の白石村は、 リンゴ園が病害中の発生で壊滅状態になっていた。そこで地元のリンゴ園主は有核誘致に活路を見出し、誘致の前提条件となる札幌区への編入を町民に働きかけた。その結果、1910年に村内の旧上白石村の一部が分割されて札幌区に編入された。リンゴ園主は札幌区に土地を寄付し、 1917年に札幌区白石町への遊郭移転が決まった。札幌区は白石町の二十歳約2万600坪を遊郭の用地とし、そのうちの約1万1400坪を業者に分譲した。1918年から1920年にかけて豊平川を越えた白石町に遊郭を移設し、1920年10月1日から、 営業を開始した。正式名称は札幌遊郭であったが、地元の人々には白石遊郭と呼ばれた。遊郭が移転したすすきのは、一時はゴーストタウン化の兆しも見せたが、やがて食堂やカフェ、バーなどの飲食店などが立ち並ぶようになる。また、1921年には南部翔太郎による美満住館。 西花楼の老主から転じた西田一太郎による西田座と2つの劇場が新たにすすきのに誕生した。西田座は2年後の1923年の火災で廃業したが、1925年に既存の西木座が松竹参加となって札幌松竹座となり、日活作品を中心とする美満循環と華やかなキネマ合戦を繰り広げることと、 なった。現在のススキノの,のネオン街の基礎は、おおよそ遊楽移転後の大正末期に芽生えたもので、あると考えられている。昭和に入ると、市内にカフェやバーの数が、さらに増加した。当時のススキノ地区の主だったカフェやバー、飲食店等の多くは、市内中心部よりの北部の北側に所在していた、ことから、一般客の獲得にも成功し、ススキノは、 たぬき工事と並ぶ札幌を代表する飲食店街としての地位を確立していく。1930年頃には市内のカフェやバーは約450軒と料理屋の倍以上の件数に上り、その大半はすすきのとたぬき工事に集中していた。女給の数も約800人を数えた。また料亭などの日本料理店にはヤトと呼ばれる。 臨時雇いの仲江が現れるようになる。これらの女給や雇名は、低廉なサービスを売り物としたので、昭和教皇以後の不景気にあえいでいた客に歓迎され、それまでの接待業の王者であった芸儀の地位を、脅かす存在となっていった。明治期からのすすきのの代表的な青線であった三島工事は、遊郭の移転後もその名脈を保ち、昭和初期には、 現在の白石区菊水や菊水に近いと平の師匠靴と並ぶ札幌の三大売春スポットと言われた。師匠の中には警察の目を誤魔化すため近隣のカフェやバーに女急として潜り込んでいた者も,も少なくなかった。また同じ頃夜のススキノには盲ろう夫と呼ばれる人力舎夫が現れ師匠靴へ案内するガイドの役割を果たしていたという。 レンコミ宿を利用していた者も,も多く、その役割を果たしていたのは、中の島に点在する商人宿などであった。中心部の旅館に比べると、警察の監視が比較的緩やかだったためだと言われる。日中戦争が勃発した1937年、北海道庁警察部は、風紀刷新のための取り締まりを強化するの方針を発表。 翌1938年には、風俗2件する営業の取締り要項を定め、風俗営業の営業時間は午前0時までとし、新規営業、移転、店舗改築、増築は原則禁止となった。さらに1940年、写真品等製造販売制限規則が施行されると、カフェやバー、料亭などの店廃業が相次いだ。貸し事務所や旅館、 寮などに衣替えするものも多く、女子低身隊員や高級商工の宿舎に利用された店もあった。太平洋戦争が激化した1944年に、高級協楽停止に関する具体的要項が定められると、貸し座敷、寮邸現社置きやカフェバーなどが一斉休業に入り、職を失った、将棋芸儀、女給たちは転職したり、女子低身隊や、 勤労報告隊などの組織に組み入れられていった。翌1945年5月には、防空法に基づく強制疎開が、札幌でも行われ、ススキノの,のほとんどの商店や飲食店は取り壊されて、跡地には菜園などが作られた。終戦直後のススキノには、キャバレーやバー、ダンスホールなどが誕生し、新中軍も街中を出歩いた。これらのキャバレーやバーは、 1950年に勃発した朝鮮戦争の特殊などもあって、さらに増加し、それまでのカフェや料亭、割烹などをしのけて、社交業の花形となっていく。また同じ頃、ススキノの西部にあたる、現在の南四条西五丁目を中心に、カラフトや満州などからの引き上げ者や、福音兵などによる、主に、つぶやきを売り物にした屋台が増え始める。 この区域には当時、タちんぼと呼ばれる外傷がたむろしていたこともあり、ほどなく、屋台は、売春仲立ちの圧戦場となっていった。以後、すすきのの、屋台団地、つぶやき屋台は、隠れた風俗スポットとして、全国的にも知られる存在となる。1950年に、現在の南五条西四丁目に、新世界商店街が誕生すると、 付近に、キャバレーやバーの出店が、相次ぎ、翌1951年には、銀座通りと呼ばれるようになる。銀座通りの成立は、それまで、ススキノ北部の北側に比べて、更新地とされた南部の南側が、飲食店街として大きく発展するきっかけとなった。銀座通りは後に、ススキノを代表するキャバレーやバーなどが集中し、ススキノの,のメインストリートとまで言われるようになった。 1951年には札幌市が風俗取締条例を制定し新中軍の撤退も始まった。ススキノの傍聴化が進むと小樽、串路など道内各地の両院業者の進出も目立つようになる。彼らは潤沢な資金力を背景にキャバレーやバーなどを次々と出展し地場の業者と熾烈な競争を繰り広げた。中でも 岩見沢から乗り込んだ杉野修雄が1954年に開店した大型キャバレー茜根閉店は専属の楽団やダンサーを駆使した華やかなアトラクションで人気を集め芝叩く間にススキノを代表する店となったまた1959年に久末哲夫が第3セクターのススキノ場外市場の地下部分を改装して始めたススキノゼロ番地は 道内初の地下飲食店街として知られる。久末は5年後の1964年に、ススキの初の両院業専用ビル、グリーンビルを建設し、その後のビルラッシュの講師となった。1958年に、売春防止法が完全に施行になり、白石収郭は廃止される。この流れを受けて、1964年に行政による、 屋台団地の強制撤去が行われたが、その後南五条西六丁目と南七条西四丁目の2カ所に移転して通称、桃線と呼ばれた。この新たな屋台団地は、1972年の札幌オリンピックの際も外国人選手の利用が多かったと言われ、根強い人気を保ったが、ビル化の波などもあって徐々に減少し、1981年に、 立ち抜きを拒否し続けていた最後の2件が取り壊しとなって長い歴史の幕を閉じた。木造建築が密集していたススキの地区は古くから火事が多かった。特にススキの南部で多発し炎症によって複数の店舗、家屋が巻き込まれることも少なくなかった。札幌市が1965年にススキのを防災地区に指定すると地元商店主や地主、 貸ビル業者などによって、すすきの商店街振興組合が結成され、防災ビルの建設や、区画整理などによる地域の再開発が進められた。また同じ頃から、道内外の不動産業者によって貸ビルが、数多く建設され、ビルラッシュに拍車をかけた。1970年代に入ると、札幌クラブハイツ、エンペラー、ミカドーと、道内外の大手キャバレーチェーンが、 相次いで、ススキノに進出し、カネなどの既存の業者との競争はますます激化した。中でも、エンペラーは、東京医北最大のキャバレーと呼ばれ、最盛期のホステスの数は、約300人を数えた。さらに、大物歌手のビッグショーも売り物の一つで、ミソラヒバリを除く30代以上の、紅白歌合戦の出場歌手のほとんどが、定期的に出演していたと言われる。 また1970年代前半には道内にストリップ劇場が急増し、ススキノにも数多くの劇場が建てられた。代表的な劇場にはマノン、カジノザ、札幌コマなどが挙げられ、特に札幌コマは藍染め京子などの東京から豪華ゲストを迎えて話題を集めた。1974年にはススキノ初の百貨店、 札幌松坂屋が開店している。1970年代半ばに入ると、トルコ風呂が急増した。これらのトルコ風呂は、東京資本のチェーン店が多かったが、地元の業者も工夫を凝らしたアイデアで対抗した。また、同時期、ゲーバー、ホモバー、レズバーなども、脚光を浴び、ゲーバーでは、ゴールデン系などの店が人気を集めた。ちなみに、ススキノにおける。 ゲーバーの草分けは1950年代に開業したベラミでカルーセル巻キなどを排出した。1970年代後半からはディスコがブームになり、エクスイング、シャカマンダラ、マハラジャなどが誕生した。1980年代に入るとゴルフの大衆化などによる接待の多様化が進み、さらに1990年代前半の バブル経済崩壊や、その後の平成不況なども追い打ちをかけ、ミカド、エンペラーなどの大型キャバレーや高級クラブ、老舗料亭などの多くの店が閉店に追い込まれた。その反面、廉価で気軽にサービスを受けられるキャバクラなどが急増した。ディスコブーム末期の1990年には、パシャ、1991年にはユニークな外観で話題を集めた。 キングムーが開店したが、他社は1997年に閉店。キングムーはバブル時代を経て、クラブに変更した後、2008年頃に閉店したが、2016年にダンスクラブ、キングズマフとして復活した。ストリップ劇場は1986年の札幌コマ閉鎖後は、1995年に浅草ロックザ。 1999年に、道頓堀劇場が進出。カジノ座と派を競う形となったが、浅草ロック座は2000年、カジノ座は2001年に閉鎖。残る、道頓堀劇場も2007年に、不祥事で、営業中止に追い込まれ、2009年に一時、復活したが、2012年以後は休業中である。2005年、ススキの地区は、 内閣官房による都市再生プロジェクト、防犯対策等と街づくりの連携共同による都市の安全、安心の再構築モデル地区に指定され、札幌市はクリーンススキの活性化連絡協議会を設立して、安全で安心なススキのづくりに向けた取り組みを進めた。か、カラス族、風俗店などへの勧誘行為、卑猥な広告物や看板などの迷惑行為を、 罰則付きで帰省する札幌市公衆に著しく迷惑をかける風俗営業等に係る勧誘行為等の防止に関する条例を施行した2020年2月新型コロナウイルスの感染が拡大すると北海道庁は全道を対象に法令に基づかない緊急事態宣言を発出同年3月中旬まで外出自粛が始まったこれ以降 すスきスのの飲食業を中心とした業態に大きなダメージが加わった。その後も4月から5月まで北海道全域における緊急事態措置が出されたほか、同年11月11日からはスすきのの飲食店に対して営業時間短縮や種類の提供自粛要請が行われた。2021年11月、 新型コロナワクチン接種の普及と政府が進める行動制限緩和実験に伴い利用客にワクチンの接種証明や抗原検査を求めるカラオケ店での実証実験が全国で初めてすすきので行われた。すすきの祭りのオイラン道中すすきの交差点は札幌市中央区にある札幌駅前通りと月サム2の交差点。別称、すすきの十字街。 交差点の面積が広く人や車の交通量が多いことから交通事故の発生率が高く日本損害保険協会による北海道内の交通事故多発交差点にたびたび指定されている交差点中央にある時計付けの街路灯は2005年に地下鉄改修工事のため一時撤去したが2008年に新たなものを設置して復活した2016年には 交差点名標識を南4西3または南4西4から観光地として分かりやすい案内にするためススキのに統一したススキの交差点に関するカテゴリーありがとうございます